ポポちゃんよかったね。あんかったね。ポポちゃんよかったね。めっちゃ喜んでるわ。あ、もう全然調子がいいので逆にちょっと来れてなかったので。いやいや。体調は全然。撮ってるんですが、いいですか？あ、どうぞ。この子だけ、ありがとうございます。で、すごい元気だったので、あの、来なかったんですけれども。この1、2週間ですね、ちょっとあの足がまたあの内側に骨が入るような感じになってて、はい。で、ちょっとあ、ここ先生いるから、こうちゃん先お水飲み。こうちゃんこっちほらほらお水飲んで。ダメ、分かった先生来るから。もう嬉しくてしょうがない。もう先生大好き。よかったね、ここちゃん。キュンキュン言うことないもんね。よかったね。ねえ、ちょっと水飲む。もう毎日走ったりしてます。朝5時。そうだな、ちょっとな、今昼はな、難しいからな。はい、すごく嬉しそうだね。久しぶりだもんね。うん、良かった、良かったね。そうそう、お水飲んで。食欲はすごくありますね。それは起こしたりして。あ、もう全然、はい、もう絶好調です、お腹は。だからもう本当に、あの、前足とかも何もなくて、後ろ足だけちょっと、うん、あ、内側にクッと入る瞬間が、まあ、この、まあ、2、3週間で何度かあったかなっていう感じで、だから今日先生にちょっと久しぶりに見ていただこうかな。レイン1日何回か2回、ね、2回の時と1回の時があります。1回の日が増えましたね。内が入ってた。そうなんかね、おやつもらったりとか興奮するとちょっと内側にくっとこう、ね、そう入りがちなのよね。やりでしょ、前からやね。でも、いやでもね、本当この半年全くなくて、これが最近、そう、最近ちょこっと、あ、また始まったなと思って、ほんでやっぱ針治療受けたいなと思って。こうだな、嬉しそう。めっちゃ嬉しそう。ここがずっと耳がぺったんこになってる。なってね。なってずっと嬉しい嬉しい。外に出れたのも嬉しいし。うん。すごーい。すごい、一瞬でこんな。すごい。やっぱすごい先生。今の新技ですか。新技ですね。見たことない。ここちゃん新技受けて柔らかくなったね。めっちゃ柔らかなった。一瞬だったね、すごい。結構張ってます。ちょっとね。まあ、だって久しぶり。結構何ヶ月も。そうだね、年末ぐらいね。そう。一回予約取ろうかと思った時にね、ちょっと先生お忙しそうで予約取れずで。往診にね、来ていただけると、それは飼い主は楽ですけど、ココちゃんはね、出かけてここに来るっていうのがすごいいい刺激なんですね。楽しい。お出かけ好きなんで。じゃ久しぶりで。ホテルの駐車場止めたんですよ。あ、本当。そう。やっと広がって思って。ちょっとね、高いんだけどね。あそこ日陰なんで。そう、日陰の駐車場だから、本当おかげさまでめちゃくちゃ元気なんですよ。本当に元気で。いや、まさかあんな状態だったとは誰も思わない。もうなかった。なかったことになって。でも足だけはちょっとまあ震えるんで、それはその犬友さんとかに言われることあるんですけど、実はヘルニアだったんですよって言ったら、皆さんやっぱ驚かれるんですね。こんなに元気なのにって。
本当針治療の賜物だなと思う。おばちゃんもよう頑張ったもんね、リハビリ。あれだね、黒に赤で似合う。似合ってる。映える。うん、映えてるね。かつてないぐらい刺されてるね。ちょっとね、ごめん、うん、久しぶりだから。疲れが溜まってますね。おお、めっちゃピクピクしてる。おおおお、ピクピクしてる。ピクピク。聞くね、ここちゃん。聞いてますね。疲れてたね。こんなに疲れが溜まるぐらい充実してるってことよ、ここちゃん。散歩楽しそうだもん。めっちゃ先生見てる。これは前で変わんない。うん、ここ涼しいね。エアコン直風で、ここちゃん、よかったね。先生大好きだな、ずっと先生見てる。いい匂いするね。めっちゃいい匂いする。じゃあお尻から火出てる。お尻から煙出てる。気持ちいいよね、これが。あ、ポポちゃん、あらまー、ありがとうございます。噛んでるか、ポポちゃん、飲んでないか。まあ、美味しかった。飲めた、噛んで、うめ、噛んで、噛んで。美味しいね。ありがとうございます、ごちそうさま。あら、あら、おまけがまた出てきた。これも治療ってね。そう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 、これが最高の治療。最高の治療受けてよかったですね、ここちゃん。あ、落ちた。あ、ちょっと待って、これ、これか、これか。落ちたんやな。お口からポロッと出た。はい、ごちそうさまでした。ありがとうございます。はい、じゃあ、ごちそうさまですよ。よかったね、ここちゃん、楽しかったね。いい気分転換。めっちゃ冷やしてくれな。ほんまにな、この季節だから。わかる。うん、ここ曲がって。いいよ。うん、お願いします。早く車に乗りたい。こっち暑いね。